プロヒューモ事件は、1962年、当時のイギリスのハロルド・マクミラン政権の、陸将であったジョン・プロヒューモが、ソ連側のスパイとも親交があったモデル兼売春婦に、国家機密を漏らした事件である。同政権の崩壊につながり、20世紀最大の衛生会スキャンダルとされる。クリスティーン・キーラー・クリーブデンハウス売春婦で、ヌードモデルのクリスティーン・キーラーは、 当時同棲していた著名な生骨療法士のステファン・ウォードによる圧戦で中英ソ連大使館付海軍部官のエフゲニー岩の不退佐と金銭を介した肉体関係を持っていた。その後1961年7月にプロヒューモはクリーブデンハウスで行われたプールパーティーでキーラーを知人に紹介され、その後キーラーはプロヒューモとも金銭を介した。 肉体関係を持つことになる。なおこのパーティーには、キーラーと肉体関係を持っていた岩の二重さも招かれていた。まもなくイギリスの上流階級の間において、プロヒューモとキーラーの関係に関する噂が広がり始め、この噂を知った内閣官房長官のサー・ノーマン・ブルックは、キーラーが岩の二重さとも関係しているという見ご長官の、 サーロジャー・ホリスのアドバイスをプロヒューモに話した。プロヒューモはこのアドバイスを受けて1961年8月9日に、キーラーにもはや会うことができないと手紙で伝え、二人の関係は数週間で終わることとなった。その後、1962年12月に発生したキーラーと性的関係のある二人の男性の銃撃事件を調査したマスコミが、 ヒーラーは、プロヒューモリック賞と、イギリス駐在ソ連大使館付海軍部官の岩の不大佐とも親密な関係があるという情報を入手。しかし、政治家のプライバシーを尊重するというイギリスの伝統のため、当初事件は大きく扱われなかった。しかし1963年3月21日に、イギリス会員で労働党議員、ジョージ・ウィックが、 ある障害事件の証人として、出廷を命じられたキーラーと、マクミラン政権の閣僚の一人が関係があり、国家の安全のために事件を追及すべしとし、噂の真相究明を要求した。疑いを持たれたプロヒューモは、その女性は知っているが、不貧困な関係はないと、会員で身の潔白を主張した。その後、キーラーが、岩の不体佐とも肉体関係があったことが、 マスコミにより、明らかになり、国家の軍事機密漏洩事件にまで発展。イギリスのマスコミもこぞってこの事件の詳細を報道、国内の大きな関心事となった上、アメリカやフランス、西ドイツなどのイギリスの同盟国でも大きく、報じられた。ハロルド・マクミランこのためプロヒューモは、ハロルド・マクミラン首相宛ての手紙の中で、議会での発言に、 嘘が含まれていたと主張し、キーラーとの親密な関係については認めたが、軍事機密の情報漏えいについてはなかったと告白、謝罪して6月5日に辞任した。プロヒューモは、保守党の輝かしい保守とも言われた、政治生命を、地熟のうちに自ら葬り去ることを余儀なくされた。なお告白前、プロヒューモは女優であった妻のバレリー・ホブソンに、 事件の事実を話したが、妻はスキャンダルの家中でも夫の言い分を指示していた。なお当時は、プロヒューモがキーラーに対して職務上の機密を漏らしていたことや、キーラーが岩の不退さに対してプロヒューモから入手した機密情報を流していたという事実があったかは確認されていなかったこととされ、事件の早期の幕引きが図られた。この世紀のスキャンダルに、 イギリス議会は混乱し、マクミランの責任問題にまで発展。マクミランは3月17日の会員における内閣不信任案は切り抜けたものの、11月には健康上の理由で辞意を表明、1964年の総選挙では同党は労働党に敗北した。その後、銃撃事件における裁判においてキーラーは偽証罪で、 懲役9ヶ月の判決を受け、1963年12月に投獄され、その後も後期の目にさらされて生きることを余儀なくされた。また、その後プロヒューモは事前事業に専念し、1975年に除勲されるなど名誉を回復し2006年に死去した。なお仲介者のオードは1963年に刑事訴追され、 保釈中の7月30日に服毒自殺を試み、病院に搬送される。入院中に、売審は売春圧潜在についての有罪評決と、他のいくつかの容疑の無罪評決を行うが、言い渡しがなされぬままオードは死亡する。なお事件発覚後に、岩の不退佐とオードは、キーラーに対して、アメリカの核ミサイルがいつ、西ドイツに配備されるか。 プロヒューモに質問するように依頼したと言われているが、その後の政府による調査の結果、プロヒューモがキーラーに対して軍事機密を含めた国家機密を話したか、また、キーラーが岩の二重さにそれらの話を流したかは証明されることはなかった。しかし2010年代に入り、キーラーはサンデーミラーや デイリー・テレグラフの取材に対して、自らが母国への裏切り行為を行ったこと、そして当時自らがそのことを理解していたことを公式に認めた。なおこの事件の結果、プロヒューモのみならず、マクミランも辞任を余儀なくされた上に、保守党が1964年の総選挙で敗北するなど、イギリス政界が混乱に陥ったことから、イギリス政界を混乱させるために、 ソ連情報部の仕掛けたハニートラップによる作戦の成功という評価をされることもある。1989年にスキャンダルの題名で映画化されている。ありがとうございます。